パリ五輪は現地24日、開会式に先駆けて複数競技が始まった。男子サッカーでは日本代表がパラグアイと対戦。前半25分に相手の10番ウィデル・ビエラが平川優の足を踏みつけ、一発レッドで退場になった。平川はプレーを続けたがその後に負傷交代している。画像、怒り爆発、悪質、マジで許さん、平川優が負傷し運び出される悲劇の一枚。日本は前半19分に三戸俊輔が先制ゴール。するとその6分後、平川の足をビエラが踏みつける形になった。VAR が介入し、主審がリプレイ検証。マイクを通じてレッドカードがアナウンスされ、一発退場となった。パリ五輪でレッドカードが出されたのはこれが初めて。日本は早い時間から数的有利な状況となった。しかししばらくプレーを続けていた平川はその後ピッチに座り込み、担架で運び出された。代わって佐藤圭誠が出場した。